嬉しいワールド。はい、皆さんこんにちは、ジェントル山本です。今回は、ジャズのスタンダードナンバーでテネシーワルツを演奏してみました。アルトサックスでの演奏だったんですけれども、まあ、この曲は非常にシンプルなメロディーで、ワルツになるんですけれども、まあ、自分の好きな人と、結ばれなかったというね、結構恋のなんていうのかな、失恋のこうちょっとこう悔しいっていうような叫びのような歌詞なんですけれども、まあそういう思いが伝わるようなこうフェイクというか吹き方っていうことであったりとか、まあ強弱をねちゃんと感情に乗せて吹くっていうことであったりとか、タンギングをはっきりさせるであったり、ブルージーな響きを意識する。まあそういったことを意識して演奏してみました。日本人でもね、歌ってる方いらっしゃるし、アルトサックスでテネシーワルツ吹いているとあんまりいないですよね。なかなか、その日本のエリチエミさんとか美空ひばりさんとかね、歌ってるのなんか僕はすごく好きなんですけれども、パティ・ペイジのね、オリジナルもとても好きですけれども、まあなんかボーカルのように、こう重い感情がサックスに乗せて演奏ができたらなっていうふうに思って演奏してみました。
まあこうね、アルトサックスのこうグッとしたこう女性的な響きというのも出せたらいいなっていうふうに思っておりました。ぜひぜひ、僕のサックスレッスンでも、こういったジャズスタンダードの解説などをやっておりますので、皆様ぜひぜひ一緒に練習していきましょう。サックスの新規生徒さん募集しておりますので、概要欄より、ホームページをご覧いただきまして、ぜひお気軽にお問い合わせをお願いします。それではまた。